どうも皆さんこんにちは、アキトです。本日は日経平均株価のテクニカル分析を行っていきたいと思います。で、現在1時間足のチャート画面を表示しているんですけれども、見ていただいてわかるように直近で意識されていたこちらの赤の平行チャンネルがあるんですけど、こちらの平行チャンネルを上抜きしてきました。で、意識されているこういった平行チャンネルを上抜けするということは、ここから上昇トレンドが発生する可能性が高くなってきているということで、今週週明けから今週末にかけての値動き分析を行っていきたいと思いますので、必ず最後まで動画をご覧になっていただければと思います。で、私の運営している YouTube チャンネルでは株式に関してのテクニカル分析を中心に普段から動画を投稿しています。で、ファンダ分析に関しての情報も定期的に配信していますが、私自身チャートを見て相場を分析するテクニカル分析を6年以上研究してきているので、このチャンネルを通してですね、テクニカル分析によって利益を出す方法を視聴者さんにお伝えしていければと思ってます。また YouTube チャンネルとは別で公式 LINE というものも運営していまして、公式 LINE では YouTube では公開できない利益に直結する無料コンテンツを複数提供しているので、必ずですね、概要欄の URL から公式 LINE の登録を行っていただければと思います。で、公式 LINE を登録すると、具体的にどういったものを受け取れるのかというと、株式市場で利益を出すテクニカル分析の基礎マニュアルを完全無料で配布させていただきます。で、本来は有料で提供させていただいているようなものになるんですけれども、こちらの概要としては、月100万円以上の利益を安定的に狙うことができる短期取引手法をまとめたマニュアルになっていて、実際にこのマニュアルを手に取った方たちからはこのような利益報告をたくさんいただいていますので、必ず概要欄から公式 LINE 登録していただいて、テクニカル分析の基礎マニュアルを受け取っていただければと思いますし、他にも利益に直結する限定情報を公式 LINE に登録すると受け取ることができるので、繰り返しにはなりますが、概要欄から公式 LINE の登録をお願いしますね。では早速本題に入っていきたいと思うんですけれども、引き続き1時間足でチャートを見ていきたいと思います。で、直近で意識されている平行チャンネルが新規で引くことができるので、こちらに合わせて平行チャンネルを引いていくんですけれども、現在こちらの青の平行チャンネルの下層あたりを価格推移しているような形になります。で、そこの価格帯もどんどん切り上がっていますので、日経平均自体は上昇トレンドが優勢ということが分かりますので、今週買いエントリーを入れていくとしたら、どのポイントで入れていくのかというところを解説していきたいなと思うんですけれども、基本的にはこういった意識されている平行チャンネル内で反発が発生すると、こういった上層あたりまでは上昇トレンド発生してくる可能性が高くなってきますし、さらに平行チャンネルを上抜けした場合は圧倒的に上昇トレンドが強い流れになってくるかなと思いますので、今週は少なくともこの平行チャンネル内の値幅をしっかり抜きたいなと思ってますので、私自身はこちらの平行チャンネルを反発して直近の 38,482 の高値を更新したポイントで買いエントリーを軽めに入れていきたいなと思います。で、ここまで分かりやすく綺麗に右肩上がりのチャートを形成していますので、こちらの平行チャンネルの上層あたりまでは利益を狙っていくような形になるんですけれども、ここをさらに上抜けして上昇トレンドが継続的に発生した場合は、ポジションをホールドしていきながら様子を見ていくんですけれども、少しでも反発する要素を見せてきたら平行チャンネルの上層あたりで即利確してしまおうかなと思います。で、平行チャンネルを仮に下抜けした場合というのは、すぐに損切りしてしまおうかなと思うんですけれども、損切りしたとしても微損ぐらいで済むかなと思いますので、そこまでしに来なくてもいいポイントかなと思います。で、一つ懸念点であるとしたロウソクが右肩上がりに切り上がっているんですけれども、 MACD が逆行の形を形成しているんです。なので、このあたりで変わり次のサインが点灯している可能性がありますので、そういった部分から見ていくと、一旦下降トレンド発生する可能性があるんですけれども、下降トレンドが発生したとしても、直近で意識されていたこちらの赤の平行チャンネルが存在していて、この赤の平行チャンネルで反発してくる可能性がありますので、今週はやっぱりそういった目線から見ていくと中小トレンドが優勢な局面になってくるかなと思いますので、先ほどもお伝えしたエントリーポイントをぜひとも参考にしてみてください。で、何かわからないことなどがあれば公式 LINE の方に質問いただければと思いますし、先ほどもお話ししたように、公式 LINE では YouTube では公開していない限定の利益が狙えるコンテンツというものを無料で配布していますので、ぜひとも概要欄から公式 LINE の登録をしていただければと思います。で、この動画が
分かりやすいなと思った方は、この動画の高評価の方もよろしくお願いします。では本日も短い動画となりましたが、最後まで動画の方をご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。